ヘクソカズラ群イはカメムシメの昆虫の一つで、ヘクソカズラなどの葉に寄生する。日本では近年の外来種であり、現在分布域を拡大している。体長2.6から3.2ミ、mm、リメートルの昆虫。全体に淡い褐色だが、全胸祭の背面に膨らんだ付属突起部が黒褐色を帯びている。興奮は長く、後ろ足の元節を超えるほどある。全教祭の前端にある、 棒状部は大きく膨らんで頭部まで覆う。前胸世の中央やや側面側からは、浴上辺が突き出し、これは左右に丸く膨らんで、半球型になり、ほぼ直立しており、三列の小室を含む。さらに前胸世のやや後方よりの正中線の左右から、側流起があり、半球型に膨らみ、ほぼ立ち上がり、その高さは、浴上辺とほぼ等しい。 全子は後方に向けてやや広くなる。前縁域の小室は、前端と後端では一列、中央では三列となっている。ヘクソカズラパエデリアフィタダをはじめとして、アカネ科の植物に寄生する。寄生を受けたヘクソカズラの葉は一面に白くなり、葉裏には、糞と共に、幼虫や成虫が見られる。卵は、葉の組織内に埋め込まれる。日本では、 クソカズラからしか報告されていないが、八重山沖モリンダシトラフォーリアに着いたという報告も古くにはあり、実際にそれを宿主として飼育した場合、繁殖まで確認されている。日本では年産化と考えられている。中国南部から東洋区に分布する。原産地としてはインドとスリランカが挙げられている。日本には人為的に入った外来種と考えられており、 最初の発見は1996年大阪府池田市であり、当時の生育状況から伊丹空港に入った航空貨物に紛れて侵入したものと推定されている。2012年時点での分布域は本州の関東以西、四国、九州北部とされている。なお、この種の拡散はほぼ同時期に侵入した同じ都ガの外来種であるプラタナス群梅。 高山地シリアータに比べて明らかに遅く。これについては、本種の宿種が実用性の低い雑草を中心にしているために、報告が上がっていないためとも考えられる。分布の拡大には、宿種植物と共に人為的に運ばれた可能性が考えられるが、宿種のヘクソカズラが都市から荒れ地、森林まで広く生育するのに対して、本種の生息地が、 交通量の多い乾燥したところに多いことが言われており、徳島での観察でも本種が道路沿いに主に見られたことから、本種自身が自動車などで運ばれている可能性がある。本種の属するヘクソカズラグンバー遺族はアジアに分布する本種の他にアフリカに6種があり、棒状部が大きく膨らみ、浴場辺、川流域がいずれも半球型に発達して直立する特徴があり、 本種がタイプ種となっている。植物から資料を吸うものであるから、一般的には外虫扱いされるが、本種の場合、日本での宿主はほぼ、ヘクソカズラに限定されているようである。宿主への影響は深刻と言えるものであるが、何しろ雑草であるので、問題にされてはいない。山田、厚税などでも、その影響を懸念する言葉は用いられていない。ただし、 ヘクソカズラはハワイやフロリダでは外来の侵略的な気化植物として知られており、本種はこれを制圧するための生物としての効果が期待されたこともある。特にエクソカズラと同族の種がこの地域の在来植物症に含まれていないため、生物的制御の対象として安全であろうとの判断があった。しかし上実のように八重山青木での繁殖が確認され、 現在では、その利用には用いられがたいとの判断である。ABCDFG e 鹿は他編、P195 ハット AB 山田、高税、P53ABC、ペンバートンへ通る、P81AB、ペンバートンへ通る、山田、高税、P54 この判断の理由を著者らは2つ挙げている。ありがとうございます。